はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリッチです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダムシャアディスク続きをプレイしていきたいと思います。では早速中身見ていきましょう。アムロ再び。ハヤト艦長、ご家族はケネディに？女房と養子が3人いますが、危険ですから作戦開始前に逃がしました。アムロ・レイのところに。気になりませんか？気にはなるが、連邦の軍法でもアムロ・レイの移動を読んだことがない。ずっとシャイアンです。動いてない。その連邦のことなかれ主義がティターンズに疲れたのでしょう。こんな会話はアニメではなかったですよね。ゲームのためだけのシーンだとしたらすごく豪華ですよね。では百式出撃します。敵はアウトムラのすぐ近くまで来ています。頼みます。隊そういえばハヤトは階級何なんでしょう。ハヤト艦長、そういう風に呼ばれることが多いですよね。これが戦争博物館の館長という意味なのか、アウトムラの館長という意味なのか、ちょっとね、なんとも読み取れない、どっちとも取れる、まあそういう呼び方なのかなと思うんですけど、なんだろう、アニメではなくて、コミックとかで、まあ、ゼータガンダムディファインとかっていうコミック出てますよね。そういうので見たりすると、字面ではもしかしたらどっちかっていうのが分かる表記になってるのかもしれないですね。だとしたら、どうだろう、ディファインとかもちょっと1個ぐらいね、読んでみたいですよね。打ち下ろしの視点だとすごくアッシュマが狙いやすい。まあ、この視点をちょっと維持しましょう。特に、アウドムラが撃破されるとかそういうことはなさそうなので、うわ、一気にモビルアーマー形態になって変形して上昇してきた。ただこれで次のリロードでなんとか回復したい。やっぱり動きは速いですね。なかなかこの、変形した後の形態だと仕込めるのが当てるのが大変ですね。でここは確かねバズーカで出てたと思うんですけど、百式はね、クレイバズーカで。ワトロ隊、父の声です。ではビームライフ、あれに乗ってるんだ。あのモビルスーツを落とす。カツはホモアビスで脱出しろ。はい。アウドムラに当たる。なんだ、何をする気だ、アムロ。アムロだと。下がっていろ、シャア。全機撤退だ。あのモビルスーツは知らないな。エウーゴの新型か。シャアだ。しかし間違いない、アムロ・レイだ。なぜ地球圏へ戻ってきたんです。君を笑いに来た。そういえば君の気が済むのだろう。なぜ地球圏へ戻ってきたんだ。ララの魂は地球圏を漂っている。火星の向こうにはいないと思った。ララ、エウーゴとティタンズの決着は空でつけることになる。君も空へ来ればいい。行きたくはない。あの無重力体の感覚は怖い。ララーに会うのが怖いのだろう。死んだ者に会えるわけがないと思ってもどこかで信じている。だから怖くなる。いや、
生きている間に生きている人間のすることがある。それをすることが死んだ者への手向けだ。しゃべるな。自分の殻の中に閉じこもっていることは地球連邦政府に、いやティターンズに手を貸すことになる。顔の中の鳥は干渉される道具でしかないと覚えておくといい。はい、というわけでアムロ再び、プレイ終わりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。